いや、最近ね、また新型コロナウイルスが流行ってきましたよね。市場レビューするのにマスクを外して撮影しましたが、撮影後にね本田さんの方で消毒の方をしていただいております。いや、しかしね、このオデッセイ大きいだけじゃなくて走りもすごいんですよ。ではね、本編の方へどうぞ。前ね、ちょっと私、峠走った動画、こちら、貼ってます。とにかくね、これボディサイズとか、でかいんですけど、めっちゃ走り良かったんですよ。峠ね、ぐいぐい、N1、K の N1 を、もう、すぐ峠で追いつくぐらいでした。本当にね、走ってる時の体感速度っていうのも、すごい低くて、全然スピード出てる感がなかったんですよね。なんですけど、実際はこいつ速いんだよというね、感じがします。はい、ちょっと内装を見ていくか。はい、お邪魔しますと。そうそう。こうね、革張りのステアリングだったり、こう木目のね、感じだったりとか、ソフトパッドがね、結構多用されてます。ほら、こういうところも革張りなんよ。ただちょっと、この辺が若干古さは感じるかな。タッチパネルだったんですよね。フィットもそうでしたけど、今はね、もう物理キーになってます。まあ、それぐらいの魚というのと、これでけえよな、これ。12インチぐらいあったかな、確か。このでかさのモニターがついてるんですよね。ちょっともう軽く後ろも乗るぜ。ドアすごいわ。バシって閉まる。高級車の閉まり方。ね、この後部座席のこのシート、これがね、もうファーストクラス並みのシートなんですよね。やっぱね、この後部座席のこのゆったり感、ほら、これオットマン出てくるんよ。まあ、こうするとね、本当に飛行機のファーストクラスのような感じですよね。わはは、高級車っていうか、これすごい。いや、ほんと家みたい。これね、こうほら、ライトつくんですよね。で、実は、これモニターになってます。ちょっと今電源ついてないですけど、ほら、前のナビもでかいと思ったんですけど、このテレビもでかいですね。これ多分オプションです。40何万のオプションのうち、この辺がね、ほとんど大半を占めてるんじゃないでしょうか。いや、これもう倒すともうこんな感じ。これね、すごい後ろまで行くんですよ。3席目ぐらいまで倒れます。ほら、これぐらい倒れますね。足元もこの広さ。キャンプとか行ったらこれいいですよね。この1500ワットの100ボルト電源がね、コンセント使えるっていうのはね。1500ワットあると、本当にティファールとかね、あんなん使えますんでね。で、オデッセイね、結構低床設計なんですよ。ほら、乗り降りしやすいの。ここ低いでしょ。なんか意外とね、それが走りに関係してきそうな気がします。車高というかね、重量バランスが結構下の方にあるんで、山道のね、ロールとかね、すごい良かったです。で、これね、すごいバネで、後部座席、こんな感じで出てくるんです。ほら、これ、3人座れるけど、真ん中の席こんな細いんか。全部開けるとこんな感じ。まあ、それでも、下がね、ほら、掘り込んであるんで、このシートが閉まってあるスペース分、だいぶ広いです。これね、ポチッと。これ楽やわ。自動でやってくれる。ちょっとこれね、確か試乗車でもう6000キロぐらい走ってるんで、トリップが見れると。ほら、こんな感じでコロコロ変わります。こういう燃費とかつけといたらいいんじゃないですかね。航続可能距離とかね。平均燃費出てます。17.7 か。このドア周りにね、シートを引いた電動パワーシート。電子パーキングがあるので、ブレーキホールド。これね、いいね。で、イーコンやら、なんやかんやついております。ハンドルを、こう、車線を読み取ってね、こうクックッと補助してくれるシステムもついております。ホンダセンシング。まあ、ACC、まあね、前の車を追尾するという機能もついてます。で、さらにこれ自動駐車ついてたんちゃうかな。ねえ、これいいですよね。真上から車が見れるっていう。やっぱモニターでかいと素晴らしい。で、これね、自動パーキングがついてるんよ。ほら。こうやって周りをね、読み取って、例えばね、これ、縦列駐車、左前に出庫してみましょう。シフトレバーをリバースにしてください。シフトレバーをリバースに？バックにすんの？
バックしてください。おお。前進してください。ハンドルめっちゃ曲がる。おお。おお。これちょっと一応手を添えときますね。補助なんで。車両に注意してください。これ当たらへん。おお。終了します。あ、終了。結構ね、こういう感じで出にくいところとかハンドルね、こうやって補助をしてくれます。めっちゃ回ったな。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。いやー、しかしね、これ2トンぐらいある、まあ大きいんですよ。重さもね2トンぐらいあって、ただね、モーターのトルクが315ニュートンメーターもあるんですよね。しかもね、エンジンのトルクが175ニュートンメーターあるんで、それ2つ合わせるとね、かなりのトルクフルな車になるわけですよね。いやー、このモーターね、私のホンダEと同じ、モーターを積んでおります。改良版なんですけどね、ホンダEの方は。まあなので結構ね、力強い。ホンダEもね、もうあれほぼスポーツカーって言ってもいいぐらいのね、走りするんですよね。で、やっぱね、これ、思ってるより走るっていうのがね、実は、このオデッセイ、皆さんね、知らないと思います。本当にね、峠走ってみてください、これ。本当にその辺のスポーツカーよりね、追いつくっていうね、感じするんですよね。足回りもいいわ、本当に。おお。ああ。やっぱこの EHEV ってね、すごい上質な走りするんだなと思います。これ実は足回りがかなりいいんじゃないですか。なんかね、硬くないんですよ。柔らかくもないし、硬くもないみたいな。まあ、どっしりしてるおかげか、この跳ね上がりがね、全然ないんですよね。なんかやっぱ高級セダンに乗ってるような足回りの感覚がします。で、実はこれ、車幅がね、1820あるんですが、そんなに、今時のね、1800超えってね、結構車ありますんで、もう慣れてきたぞっていう感じしますね。なんか運転してても、そんなにめちゃくちゃでかい車を運転してるっていう感覚ではないです。で、大体ミニバンってね、燃費悪いですよね。もう下手したら10キロを切っちゃったりしますけど、さすが、これ実燃費でもう17キロパーリッター走りますんでね。WLTC モードでね、19.8キロパーリッターということで、まあ、ほぼほぼ実燃費近いんじゃないですか。高速運転とかするとね、まあ19とか多分行くと思います。いや、これで長距離運転したらだいぶ楽やな。いや、この間、私の電気自動車で、静岡まで行ってきたんですよね。で、その間、急速充電ね、3回、400キロ走るのに、3回ですよ。充電しました。いやー、なかなかですよね。まあ、その辺が、こういったハイブリッドカーは、まず心配がないです。いや、航続可能距離500キロとかね、もう羨ましい。いや、普通にこれ、今、まだこれ、ね、満タンじゃないのに、ね、東京のちょっと手前ぐらいまで行けますよね。で、さっきみたいにね、仮眠を取ろうと思ったら取れるわけですよ、後ろで。もうほぼベッド状態。まあ、長距離乗るんだったら間違いなく、この、ね、オデッセイですよね。で、一応、スポーツモードとかついてるんですけど、まあ、それ、する必要ないと思います。もう普通のモードでね、十分力強い走りしますね。いやー、で、これ今 EV っていうのが結構長いこと走れます。そうなるともうエンジン音もね、しないで、もう無音で走ってるっていう状態が続きますよね。まあ、その辺がね、この2モーター式の EHEV のいいところだなという感じがします。すごいやっぱ電動化が進んでますよね。で、やっぱこのエアコンね、この、電気自動車ってね、冬場特にあれなんですよ。エアコンがね、つけると、航続可能距離が減るっていうね、なんたることみたいなことになっちゃうんですよ。こういったね、ハイブリッドカーとかはね、もう気にせず、もうエアコンつけて、もうエアコンの心配しなくていいっていうだけでも。いやー、電気自動車乗って改めてこのハイブリッドの良さっていうのがわかりますよ。身に染みて。身に染みて今思ってる。いや、まだ2021年の12月まで販売してますのでね、全国のホンダカーズでも買えます。で、こちらホンダカーズ大阪東花園店さんでね、試乗もできますので、お近くの方はぜひともいらしてくださいね。はい、というわけで、私こういった車の、
試乗動画とか、電気自動車の動画よく出しております。もしよろしければチャンネル登録、よろしくお願いいたします。そしてグッドボタンも押してくれるとめっちゃ嬉しいんでよろしくお願いします。